吉田さん、与田さんね、なんかこのままじゃいけないなっていうふうに感じたらしいんですよ。なんか闘争心がなくなったというか、根底から湧き上がる挑戦心がなくなったというかね、なんか妙に安定して、もう追い求めなくてもよくなった時に、まあそれがいわゆるコンフォートゾーンに入ってる自分に気がついたんで、それを突破するために、まあ、1万2000のメンバーシップをやめて、なんかさらに新しい挑戦をするって言われてましたね。で YouTube で人気のジョーブログさんもなんかね、170万人の登録を迎えて200万人に向かって新しい挑戦をするために格闘技のブレイキングダウンに参加するらしいんですよ。まあ、昔なんかね、格闘技をやってた経験はあるんだけども、現役でねガシガシ戦ってる人の中に飛び込むのはやっぱ怖いと思うんですよね。でもやっぱり新しく何か波を起こすために行くらしいんですよ。それから青汁王子もまたやるらしいですね。試合が決まりましたね。まあ、という感じでね、やっぱあらゆるところで自らきっかけを作っていくっていうことがすごく大事なんだろうなと思うんですよ。ウィリアム・ジェームスっていうのはね、こういうこと言ってます。行動するきっかけを逃すなとかね。